リンチェイサーです。今回はこちら、鬼滅の刃の鬼舞辻無惨のキャラケーキを作っていきます。リクエストありがとうございました。はい、無惨様どういう表情を選ぼうか、女バージョンも好きだし、あの最後のバージョンも好きだしと思ったんですけれども、まず1回目はこちらの初めにね、こう初めの方に登場した無惨の表情、まあ、好きな人はこの表情好きですよね、ということで選んでみました。6号の方を使います。まあ、5号の方でもいけるんじゃないかなと思います。その時にはちょっとこう帽子の部分をカットするような感じでいけばいいかなというように思いますが、どうしてもこの帽子のつばのところまで全部入れたかったので、今回はこちらの方の大きさを選びました。こちら、A4 の用紙にコピーしてあります。A4 の用紙にコピーしてこんな感じ。で、紙のラインがすごく取りづらいので、あの、シャドウを抜いた状態にすると、この紙のライン、写し取りやすくなります。今回の絵に関しては、そんなに細かいラインは多くないので、この絵を反転して、コピーすることができる人は、反転した状態のものを用意しておいてもらえると、ケーキの方にそのまま使えるかなと思います。反転したイラストはそのまま乗せて、肩の大きさに切って、そのままこの上に乗せてあげてください。私は写し取ったものなので、ひっくり返して乗せます。はい、その上にジップロックなどのフリーザーバッグ、冷凍可能なものですね。こちらを重ねていきます。今回はトップバリューのジッパーバッグ L サイズを重ねて切りました。はい、7号までなら L サイズで切り取って使うことができます。はい、テープでぐるっと一周留めていきます。テープとテープの間をめくった時にラインのところまでめくれ上がらないこと。そして、くるっと今一周止めてから説明した方がいいかな。ピンと張った状態にして、このような浮きがないようなようにしておいてください。今わざとこう止めたんですけれども、ピンと張って、はい、この部分がなるべく浮かないようにすることで、チョコレートのライン、描いた後に割れるということを防いでくれます。はい、ではチョコレートでなぞり書きしていきましょう。今回は明治のミルクチョコレート 3,4 かけをこのような深さのある耐熱容器ココット皿などに割り入れて湯煎で溶かしました。さて、熱いなぁと思うぐらいのお湯にそーっとこちらの器を沈めています。で、5分ぐらい放置するととっても滑らかな状態で溶かすことができます。はい、こちらのチョコレートを爪楊枝につけて垂らし書きしていきます。今回一番難しいのは目元になるので、目元からやっていきましょう。この周りの四角のところをとりあえずこんな感じで山のように書きます。で、その後真ん中書いていきます。真ん中はポンポンとちょっと多めに置いたら、新しい爪地を持って端に広げるような感じで四角を作っていきます。そうするとスペースが取りやすいと思います。で、この時にあまりに薄すぎるなと感じたり、割れやすそうだなと感じたら上から足してあげます。で、また、ちょっとだけそれを補強していけば、割れる心配はほぼないと思います。で、この内側を書き終わったら、外側閉じていきます。これもこの、カクカクっとした四角の感じの目がポイントになるので、ちゃんと角張った感じで作ってあげます。で、眉毛とかのこのライン、まつげとかこの上まぶたとかですね、この部分できる人はこのようにラインで取ってください。ちょっと難しいなと感じた人はチョコレートで塗りつぶしてしまっても大丈夫です。
私は取れそうなので、ちょっとこうやっていこうかな。この部分、黒で塗り入れる感じになるので、最後外すときに黒が剥げてしまう心配が若干あるんですね。なので、それを気にしたくないなっていう人は塗りつぶす方をおすすめします。はい、私もね、初めの頃はここら辺、眉毛とかに当たる部分は全部塗りつぶしでチョコレートでやっていたので、その方が安心なことはわかるんですが、どうしようかなということで、試しに私は黒い色を入れるように間を作っておきます。はい、で、目のラインとかすごくこう描きづらいなって思うことあると思うんですが、このように向きを変えて引いてあげるとかなり楽に引くことができます。自分の得意な方向ってあると思います。横引きの方が楽とか、縦でこう描く方が楽とか、下から上にが楽、上から下にが楽ってあると思うんですけれども、それが分かったらその得意な方向に合わせて型の方を回しながら描いてあげましょう。そうすると綺麗なラインをどんどん引くことができます。はい、今回ね、この帽子のつばのところが大変めんどくさい感じなんですけれども、途中で途切れても全然構わないので、切れたらそのラインの上に足していく感じで、はい、上から重ねてチョコを密着させる感じでつないでいきましょう。チョコレートの状態にもよると思いますし、ね、やり慣れているかどうかっていうのにもよると思うんですが、私でもこんな感じでただただつなげて描いてるので、みんなもできます。はい、こんな感じ。ということで、残りの部分もチョコレートのラインを乗せて完成させてください。チョコでのペン書きが終わったものがこちらになります。ではこちらは冷蔵庫や冷凍庫で30分くらいしっかりと固まるまで冷やしておきます。その間に色付けのクリームの用意をしていきましょう。はい。用意するのはボール。そして植物性のホイップクリーム。この脂肪 40% くらいのものの方が綺麗に泡立ちます。植物性脂肪のもので、もっと脂肪分が低いものもあると思うんですが、そうすると水っぽくなって、まあ、緩い泡立ちになってしまうので、あまり、キャラケーキにはおすすめしません。あとは、電動ミキサーですね。これがあると、全然泡立ちが違いますので、滑らかなクリームを作るためにも、電動ミキサーがおすすめです。では、やっていきましょう。はい、ボール。ちょっと底がこんな感じですぼまっているものの方が、中央にクリームが集まりやすいので、綺麗な泡立ちになります。はい、ここに植物性の生クリーム1パック全部入れます。小さな型で作るときにも、まとめて泡立ててしまった方が、はい、分量的にね、わかりやすいですし、うまくいきます。ここにお砂糖スプーン1杯入れます。上白糖でもグラニュー糖でも大丈夫。では泡立てていきましょう。ミキサーで約1分から1分半泡立てていきます。まずは1分経った様子を見ていきましょう。ではスイッチオン。
てみるとまだまだ緩いですよね。ここから30秒で随分変わります。ではさらに30秒あだてます。1分半になります。さっきと随分違くなっているの分かりますか？まあ、加減によってはあと10秒ぐらいやってもいいかもしれませんが、これぐらいホワーンとなってまだ角が立たない、これくらいの状態がたくさん色を混ぜていくときにボソボソになったりしないベストな硬さになります。はい、引いて見てみるとこんな感じ。大きな泡が消えて全体的に滑らかにふわーんとした感じになっています。電動ミキサーを回す速度ですね、一番高速のもので回しつつ、自分の腕は1秒に2回3回くらいを目安に混ぜています。泡立て始めてから1分半っていうルールを守ってもらえれば、そんなに硬くならずに作りやすいクリームになりますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、では色付けの用意をしていきます。こちらに用意したのは粉状の食用色素、よくスーパーで売られているものを赤黄黒ですね、と純ココアパウダーを用意してあります。この部分ですね、お砂糖やミルクが入っていないものになります。はい、今回はこちらを溶かすのに少量のお湯を用意しています。ココアパウダーや黒い食用色素を溶かすときには水ではうまく溶けません。粉っぽくね、残ってしまうのでお湯を用意してあげましょう。小さい器にお水を入れてレンチンすればあっという間にできますね。食用色素のところには数滴、一時的で大丈夫です。黒だけちょっとね多めに用意してあるので、3、4滴ぐらい入れました。ココアパウダーはこの入れたココアと同量か、まあそれよりちょっと少ないくらいの量を入れてあげて、入れたら一番初めに混ぜてあげます。一番混ざりにくいので。で、粉っぽかったらもうちょっとお湯を足します。とろっとした感じがいいので、まだ足りないですね。はい、もうちょっと水分を入れて、お湯を入れて、練り混ぜてあげます。ああ、隣に粉で落ちてしまった。これはまずい。はい、なるべく取り除ければ取り除いておきます。まあちょっとぐらいなら大丈夫かな。はい、ねりねり混ぜてあげるとこんな感じになります。今お湯で溶かしているので冷めてくると思うんですけれども、冷めてくるともうちょっと固まるので、はい、もうちょっとだけ気持ち入れてあげればいいかな。はい、で混ぜてあげると、うん、とろーりとしたこんな感じですね。こんな感じだといいかも。はい、では他の部分も混ぜていきます。まずは黒から。はい、この後クリームに混ぜるときに粉っぽく残らないように、あと色のね変なにじみとかが出ないようにしっかり粉の方に吸わせてあげます。はい、水分吸ってないところがあったらもう1、2滴水を足してあげてください。この水分の中でダマのように見える感じでこういう風になっている分には大丈夫なので、はい、しっかり吸わせておきます。はい、では色を作っていきましょう。まずは黒からいきます。はい、黒は隣、
食用色素の方にクリームを移していく方が濃い色がきれいに作りやすいので、このように移して混ぜます。今灰色っぽくなっていますが、混ぜていくごとに黒くなっていきますので、しっかり混ぜて色を作ってあげましょう。今回黒の色多いので、はい、クリームも多少必要になります。なのでこのように薄めていった時にも黒い綺麗な漆黒の黒になるように、食用色素も多めに用意しておきましょう。はい、こんな感じで大丈夫かな。はい、では続いては洋服の色を作っていきます。そんなに多くないんですが、洋服の模様の部分の色ですね。はい、茶色でいけるのかな。ちょっとここに黄色を足そうかな。黄色とか赤を足そうかな。まず黄色を混ぜてみると、もっと黄色が強いのかな。じゃあちょっとこの部分乗せて、はい、クリームを引っ掛けて食用色素の方を取ると、量的に多く取りやすいので、こんな感じでやっています。はい、今の色でいいかな。比べてみるともうちょっと薄いかな。はい、で混ぜていくと、もうちょっと黄色みが足りないと分かったので、はい、黄色を足します。黄色多めに、ちょっと茶色くらいの割合で良かったかもしれないですね。こんな感じかな。はい、今回はこの色を使っていきます。はい、では続いて黄色が入ったところに赤を足して、ちょっと濃い肌色を作っていきます。これ赤が濃いな。はい、濃いめの色に作っているのは、後でここに茶色を足して影の色を作るときに色味が薄まるからなんですけど、いい加減これは強すぎ。はい、白を足して薄めます。薄めるとだんだん肌色になってきます。でもこのバランスでも黄色が足りないので、黄色を足して混ぜます。青白い感じの肌色にするので、黄色みが強めの方がいい。ちょっとこれでも濃いな。はい、これを薄めたところに黄色を足して、濃い色がこんな感じでいいので、さらに隣に薄めて、はい、これぐらいの色を明るい部分に使っていきましょう。こちらの色ですね。で、影の部分のここの部分にはこちら薄めた色を混ぜていきます。そうするとこの部分の色になります。もうちょっと暗くてもいいかな。はい、じゃあ暗っぽさを出すために黒をちょっとだけ入れます。もうちょっとだな。あまり黒くなりすぎてもおかしいので、ほどほどにしますが、これくらいでいいんじゃないでしょうか。うん、土系色っぽい感じになりました。じゃあ今回はこちらの色を塗っていきます。ではこの色をそのままちょっと薄めた色を作ってみましょう。これを何に使うかというと、帽子の部分の色になります。白なんだけど、ちょっと多分これが暗がりっぽいからなんですよね。ちょっとくすんだ白みたいになってるので、今回はこの色を、帽子の明るい部分、この色ですねに使っていきます。はい、そして黒を混ぜてただ灰色にしてみると、この部分の色はこれで良さそうですね。もうちょっと薄めてもいいかも。はい、今回はこちらの色をここら辺に使っていきます。では続いて赤を移していきます。はい、赤をただ混ぜただけの色は目の中の外側の赤色に使います。こんなもんですね。
で内側の方はさらにあの爪楊枝の先に食用色素を取るような感じにして作った赤のところに黒を混ぜてこんな感じでエンジにします。はい、この色を使っていきましょう。はい、主だった色作りは以上になります。髪の毛の色とあと帽子の明るい、まあ、黒の明るい部分の色は一応ちょっと深緑っぽい感じの色に今見えるんですが、そうではなく黒をもうちょっと薄めた色、まあでもそんなに変化ないかなぐらいの感じの色を入れていこうと思います。この部分が色がしっかり分かれていることによって、ここに多少差がなくてもなんとなく光の当たっている感じ、当たっていない感じが表現できると思います。はい、ということでこちらの黒の濃い色を塗り終わった後にこちらにクリームを足すような感じで残りの明るい黒を作っていくので、まずはこちらの色どんどん塗り入れていきましょう。はい、ではまずは影になる部分と黒の部分塗ってしまいます。はい、影の部分を塗り終えて30分くらい休ませました。こうすることでチョコレートのラインがもう一度しっかりと固まり、塗った影の部分の生地も落ち着きます。それによって後から入れたクリームとの境が綺麗に出るようになるので、ここはしっかりと休ませて次の作業に入っていきましょう。では残りの部分に色を入れてしまいます。はい、ここまで塗り終えたら冷凍庫に入れました。目の赤いところが少しでもにじまないように冷凍して落ち着かせる感じになります。今回は黒がほとんどなので外ににじむことはないと思うんですが、この髪の毛と耳の間とか、この、あの髪のねとんがりのところ、結構目が届く範囲の部分が気泡が入りやすいような作りをしているので、周り軽く囲っておいた方が良さそうかなと思っています。では周りを塗り入れる前に下絵を外していきます。テープを数箇所外して、この時チョコが割れないように気をつけてください。がっちり止まってるところがあったら、ここかなというところ外してもう一度引っ張ってみます。抜き取れなさそうだなと思ったら抜き取らなくても大丈夫です。もし抜き取れるのであれば、色の塗り残しが確認しやすくなるので抜き取ってあげます。はい、テープ外したところしっかり引っ張って元に戻して貼り直します。色の塗り残しがないか確認してください。下絵を外せなかった人もしっかりとこのようにかざして塗り残しがないか確認していきましょう。では周りのクリームを入れます。周りのクリームを入れたら冷凍庫で約30分凍らせてください。はい、周りに色を入れて1時間ほど凍らせた状態がこちらになります。では型の中に入れて、色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して8分立てぐらいにしたものを流し入れます。はい、こちらは先ほど色付け用に取ったクリームの残りですね。こちらをもうちょっと当たってて、最後に流し入れる用のクリームにしていきます。ではスイッチオン。はい、20秒ぐらいですかね、追加で泡立てました。そうするとこんな感じのテロンとお辞儀をするレベルの硬さになります。これぐらいの硬さになるとケーキの上に乗せても溶け出すことはありません。はい、しっかりね、状態を保ってくれます。気になる人、もうちょっと心配だなっていう人は
さらに5秒10秒泡立ててもいいんですけれども、あまりに硬くなると流しづらくなるので硬すぎには要注意。これぐらいでやめといた方がいいと思います。はい、こんな感じで流し入れて平らにしたら冷凍庫に入れます。さらに3時間ほどしっかりと凍らせましょう。その間にケーキを作っておきます。上に乗せる状態まで作っておいてください。はい、冷凍庫でしっかりと3時間以上冷やしました。ではケーキの上に乗せるために、はい、ちょっと乗せやすくするためにこちら型から外していきます。型の周りを 1,2 周手で温めたらタップを引いて、18センチだとミニ2つぐらいをやるとちょうどいいかな。はい、でひっくり返して上に乗せて上から押すとスポッと取れます。手で温めることによって周りのクリームだけが解凍されて外れやすくなります。まだこの絵の上のところはカチカチのままなので、はい、安心してください。グッとテープを外側に引っ張ったら型を外します。はい、ちょっとこう遊ばせながら外していきます。はい、こんな感じ。ではテープを内側に折り込みます。はい、そうすることでラップにくっつかなくなるので、まあ、くっつきづらくなるのでケーキの上に乗せるときに手間取らずに済みます。ラップにくっついちゃうと意外とめんどくさいんですよね。ではこのまま冷凍庫に入れて使うときまで保管します。はい、ということで保管していたものがこちらになります。この状態で3日ほどは冷凍庫で保管ができます。匂い移りが心配な時はさらにジップロックなどに入れて保管しておくと安心です。はい、最長1週間くらいまでかな。それより先になるとちょっと故障はできません。ジップロックに入れてても匂いが移っちゃうかも。生クリームはこの匂いを吸着しやすい素材なので、そこら辺はちょっと家庭用の冷蔵庫だとマイナス50度とか出ないので匂い移りをしてしまうみたいです。なので気をつけてください。はい、ではラップから外してケーキの上に乗せていきます。ジップロックの部分は外さずに置いてあります。そうするとこのように乗せるときに触っても大丈夫、絵が崩れる心配がありません。今回は6号のケーキ型を使って焼いたので6号にぴったり。では上に持ち上げて外していきます。力が入らないようにふーっと上げていきます。大丈夫かな。はい、こんな感じ。はい、周りのクリーム、白いクリームと黒いクリーム、そして茶色いココアクリームで迷ったんですが、今回は白でいきます。いろいろお好みで試してみてください。はい、この周りを縁取るように小さめに縁取っていきます。はい、クリームを絞るとこんな感じで、周りにこちらフリーズドライのいちごを飾っていきます。ラズベリーパウダーやラズベリーのフリーズドライのものでも大丈夫です。上でちょっと潰すと粉になります。軽く潰して乗せてあげるとムザン様っぽくなります。はい、ちょっと粉っぽさがやっぱ足りなかったのでこちらのフリーズドライパウダーの方も飾っています。はい、ちょっとこの手前側に多めに振ってあげるなど、ちょっとアンバランスな感じにするとかっこいい仕上がりになるかなと思います。はい、というわけで鬼舞辻無惨のケーキいかがでしょうか。今回はこちらで完成したいと思います。お好みでフルーツも飾ってみてください。今回はね、フルーツを飾るとどうしても可愛く仕上がっちゃいそうなのでこれでおしまいにします。参考にしたいと並べてみるとこんな感じです。いかがでしょうか。鬼舞辻無惨は思ったよりも色が少なく作りやすかったので
挑戦してみたいなという人、ぜひぜひやってみてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。